それじゃあカウントいきます。 5 4 3 2、 おめえはあっちだろうが。優しいのね。1 GO。いっぱいいっぱいじゃねえか、これが。なあ信彦、お前京子にどんな作戦考えてたんだ。作戦というほどのものじゃないから。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだろうが、必要以上に振り回しすぎる嫌いがある。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分がある。後ろにいた方が相手をじっくり見れるし、心理的にも優位に立てる。なのに京子は先行を選んだんだ。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言っても京子はモチベーションで走る感覚家だから、あとは D のドライバーがどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまい。うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。東道塾にだって勝ってるんだ。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな、とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケイスケが先行されてる。東横線を選んだのはケイスケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ凌介、レッドサンズとして遠征をやった頃と比べても8200がパワーアップしているので、マスコンワークが何倍もナーバスだ。東横線は前線でアップダウンが続くので、マスコンワークのトレーニングには格好のステージなんだ。8200の立候補はゴノッチ。理想はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。ゴノッチのマスコンを10の地で使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。2000みたいにマスコンを乗せ替えればいいんじゃない。両親には言うんじゃないの。クソだね。何が難しいって、テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていう、このちぐはぐさが俺には辛いとこだぜ。不思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られてる。思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけが脳じゃねえってことだろうが、どっかでチャンス見つけねえとな。なんだろうな、直感だけど、あの8200なんか違うぜ。一見互角のバトルに見えなくもねえが、そうじゃない。俺にはわかる。結構よくやってるが、レールファイトやるには線の細い走りだぜ。所詮女には本当のファイトは無理だ。俺しかいねえだろう。あいつらを止めるのは。そうか、わかった。京子にとっては有利な流れだ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白くなってきた。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな、信彦。京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子が先行でこれほどいい走りができるのか、全く予想外だ。対戦相手のドライバーに特別な感情を抱いていることが今日集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなるほど、ドライバー同士心と心で通じ合う何かがあるんだ。誰にも邪魔できない二人だけの世界だからな。ちょっと信彦、
胃の涙を流そう。まさかそこまで。何？ダーリン。フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかったぜ。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるのか。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さは何なんだろうな。すごい。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、ホワイトにウキウキするのはなぜ。楽しいよ。終わりたくない。どこまでもこのまま走り続けたい気分。それか。わかったぞ兄貴。女子の弱点。情けねえ。バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは大抵はアドバンテージだが、ハイパワー車ではその軽さがアダになるんだ。すごいことになってる。どうしちゃったの？私もうゴールは近い。このまま行けば2本目に入れる。一緒に行こうよダーリン。もっともっと高く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。ダーリン。軽い車体は軸重が小さく粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば一向も制動もできない。全くの無防備になるんだ。待って、置いていかないで。終わりたくない。もっと続けたい。こんな気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいか分かんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。私諦めないから。すげえな。攻め込んで。二編成ともうめえ。5000系を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの攻撃みたいなステンレスのボディがホームギリギリを重ねていくのを見るだけでゾクゾクするよ。こうして見てると5000系って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で尊敬感あっておまけに都会に入る車は他には絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。いやだ、行かないで。もっと続けたいよ。終わりたくないの。あだよ、俺は先に行くぜ。1200だ。プロジェクト D の勝ちだ。あれ、
五千系は？おい、京子。515Rはどうしたんだ？それが大観山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって？ああ、びっくりした。うっかり地下新線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。ごめんね、信彦。謝ることなんかないって。最高の走りができたんだろ。うん、天にも昇る気持ちだった。お前ら本当誰でもいいんだな。それじゃあスタンバイしてくれ。1、2番線の列車を入れ替えろ。無理すんなよ、信彦。分かってる。ざわ、え、ざわざわ。え、無理はしないさ。無理をせずに勝ちに行く。あれ、